公認会計士資格説明会在学中に合格する方法というタイトルでお話をさせていただきたいと思います担当はレクセン人講師二宮ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、こちらはですねまあタイトル通りではあるんですけどもその在学中に合格するためのまあそういった考え方とかですね勉強に対するスタンスなどについてまあお話ができればなというふうに思いますあの 私自身もですね在学中合格をしていまして、まあ、大学2年生の大体4月ぐらいから勉強を始めてで大学4年生の時に合格をしているので大体まあ2年ぐらいの勉強期間でまあ受かっているという経験がありますんで、まあ、自分の経験とかも踏まえながらですねお話ができればなというふうに思います。ただ、あの、 このねガイダンス動画の方に、まあ、どういったことをね期待されてるのか人によって違うのかもしれませんけどもその勉強に関して言うとその具体的にその絶対的に正しいやり方とかがあるわけではないのでもう人によって千差万別ですからね何かこのやり方をやっていけばですね絶対に在学中に合格できるとかそういったものっていうのは基本的にないわけですよ。 だから私の動画の方でも、その勉強の具体的な進め方とかですね、そういったことをお話をするんではなくて、どちらかというと、まあ、その勉強に対するスタンスとかですね、捉え方っていうところについて話ができればというふうには思っています。はい、ちょっと抽象的な話もね、あるかと思いますけどもあの、ぜひね、参考として聞いていただければなと思います。で、まあ、おそらくね、この動画、ご覧になっている方は、学生の方がほとんどなのかなというふうに思うんですけども、 まあ在学中に合格したいという方だとは思いますんでね、まあ、大学4年生の時あるいは3年生の時の合格を目指しているとでそのためにはね当然ではあるんですけどもあんまり遅く始めるとね在学中合格っていうのはできませんので4年生の4月から始めましたとかになってくるともうその年の論文式試験の願書の締め切りも願書もね締め切っている状態ですから。 あの少なくとも3年生の時には始めてないとですね在学中合格っていうのはできないわけですからねそこはまあ,あの当たり前のこととして捉えていただきたいんですけどもあのまず認識として持っておいていただきたいのは少なくとも公認会計試験っていうのは1年はね勉強しないといけないとどんなに勉強時間短い方でも1年は最低限確保しなければいけないんだと思ってくださいあのごく稀にね 本当に突然,せ突然変異みたいな方であの半年ぐらいで合格してしまう方とかもいたりするんですけどももう本当に例外中の例外ですからそういった方っていうのは1万人のうちの1人とかそんなレベルになってきますからね一般的にはその1年で合格してもむちゃくちゃ早いんでねもう最低ラインですよ1年間みっちり勉強するっていうのは最低ラインのところだと思ってくださいだいたいまあ あの人によってね個人差はもちろんあるんですけどもあのトータルの学習時間として論文を書るまでに3,000時間から4,000時間ぐらいは必要だっていう風に言われることが多いので、まあ、4,000時間ぐらいを勉強しようと思ったら一日十何時間勉強を続けなければいけないわけですからね基本1年間で4,000時間勉強するとかっていうのは、まあ、あの現実的に難しいでしょうから。 多くの方は2年とか3年とかかけて4,000時間とか、まあ、あるいは5,000時間ぐらい勉強される方もたくさんいらっしゃいますけれども、まあ、4,0005,000時間っていうこの膨大な学習時間っていうのを確保することになりますからね。もう勉強しなければいけない量はね別に1年で合格していようと2年だろうと3年だろうと変わりはありませんのでかなり膨大な量をね勉強しなければいけませんから1年でそれを詰め込むっていうのはかなり大変なんですね。 だからまあ1年っていうのは本当にね必要最低限の時間ってことになりますんでだいたいまあ普通は1.5年とか2年ぐらいは学生の方であれば見ていただく必要性があるのかなとで在学中合格するためにはとにかく学習環境をね整備することが重要ですもうバイトもやってサークルもやってでまあそういったね あの彼氏彼女がいてあのいろいろ遊びに行かなきゃいけないとかですね、まあ、そういった状況になってくるともうそれやってるだけで週に23日は取られるじゃないですか絶対にそうなってくると勉強できる時間っていうのがかなり制約を受けることになりますんでね短期合格をするためにはある程度他のものをね制限していく必要性がありますまあ全くねやってはいけないとかって話ではなくてねある程度そこはね抑えていくセーブする必要性があるんですよ 私も2年生の時はねある程度そのバイトとかもやってたんですよ自分でまあ学費とかもねあの払ってた関係もあるのであのアルバイトしながらっていう感じだったんですけれども3年生になってからは基本的に勉強に集中していましたね3年生の大体もう夏ぐらいからはですねもう向こう1年間ぐらいは完全に勉強に専念するような生活になっていましたので まああの2年ぐらいのね合格までの期間っていうのを取っていただけるのであれば初めの1年ぐらいは何か他のことをしながらっていうのはいいのかもしれませんけれども少なくともラスト1年とかになってくると他のことっていうのはできるだけセーブした方がいいのかなと。 まあ息抜きになるのであればそういったサークル活動とか週に1回とかやっていただく分には構わないとは思いますけどもあまりにもそれが週3とかね週4とかになってくるとあの勉強時間を相当圧迫することになるでしょうからあくまでもやはりその勉強を第一に考えた生活をしなければいけないんだと思ってくださいとにかく全てにおいて勉強が優先されるとまずはねその勉強の優先順位っていうところを高めると そこのマインドが大事です、ね、まあこれは学生の方は大丈夫なのかなと思うんですけどどちらかというと社会人の方とかはね仕事を第一に考えてたりしていて勉強は第二っていうところで勉強期間がどうしても長くなってしまう方は多いんですけども、まあ、学生さんであればね勉強始めれば多分これを一番に置くでしょうから大丈夫かとは思うんですけどもまずはそこのマインドセットが大事かなというところですで次に二つ目学習習慣を早く身につけると学習習慣を早く身につけていくと。 これがね、なかなか身につかない方が多いんですよ。勉強始めてみたんだけれども、なかなか継続的に勉強ができないと。 大学1年生のの頃かかからね始めてる方ななんんはは自然ととつくのかなとは思うんですよ大学受験の延長線上でまたこの公認会計士の受験勉強をやっていくっていう感じなんでまだ大学受験の時の感覚が残ってる方が多いと思いますからね勉強することがそこまで抵抗感ないと思うんですけどもその大学2年生ぐらいから始めた方私もそうだったんですけども、まあ、1年ぐらいですね大学でまあ遊んじゃったと。 で、1年間あまり勉強せずにですね、過ごしてきたのでいざ勉強しようってなるとでですすね、ね。やっっぱりちょっと抵抗が出てくるんですよ、ね、予備校の申し込みはやったんだけれどもなんか思うようにあんまり自習する気が起こらないなっていうねそういった気持ちになってしまうとだからなかなかその、自宅で学習のねそういった机に座ってあのー 勉強に向かうことができないっていうねそういった状況が結構続いてしまうと無駄にに時間を過ごすすことになりますんでねしかもまあ私がね勉強してた時に比べてみると今だとねスマートフォンとかねあのー、そういったもうパソコンとかもね一家に一台あるのが当たり前でしょうから、まあ、YouTube とかを見たりですね、あのー、スマホでいろいろね検索したりするとかっていうところが普通にまあすぐにできるような状況にありますんでね。 ちょっとまあ集中力がね途絶えてしまうことも多いのかなと思いますんでちょっとそういうねあの誘惑が多い状況だとは思うんですけどもできればねこの勉強してるときとかはもうスマートフォンの電源とかオフにするとあるいはもうねあのいっそのことをスマホの解約をするとかっていうのも一つの手ですね まあ何かと不便はあるかもしれませんけれども、あの普通の、まあ、ガラケー持ってる方、今少ないとは思うんですけれどもあの、スマートフォンだとね、すぐ気軽に検索とかしてしまうんでね、まあ、そういったものをねあの、自分で制限をかけてみるっていうのは、一つね、誘惑を断ち切る方法としてはありなのかなと思います。結構いるんですよ、本当に。あのスマートフォンを封印してますと。もう勉強してるときは一切開かないと。 まそういった方も一定数いたりするんでね、なるべくそういう誘惑を断ち切るっていうのが大事かなというふうには思います。もう勉強するときは勉強に集中できるようにそれ以外のことっていうのは全てねあの身の回りから排除していくと、もう勉強机には何も置かないぐらいのね、そういったスタンスで臨んでいただくのがいいのかなというふうには思いますね。はい。 で、とにかく早くね学習習慣身につけることが大事で初めはちょっと気乗りしなかったとしてもですねその頑張って2週間あるいは3週間続けることができればもう自然と4週間5週間6週間っていうところを行うことができるんでこれまあよく言われてることではあるんですよあの、初めの2週間頑張りましょうとそうすれば嫌なことでも習慣化することができますよとだから初めが肝心ということで このスタートダッシュをうまく切ることができるかどうかによって、まあ、学習期間全体に大きな影響を与える可能性があるとだからこれから勉強を始められる方はですねとにかく始めが肝心なんだってことをね心がけてくださいでまた3つ目早く始めることが大事と、まあ、これも当然といえば当然なんですけどもなるべく早めに始める理想は1年生の時で遅くても3年生の4月とか まあ3年生の4月でもちょっと遅いぐらいではあるんですけども2年生の終わりぐらいにはなるべく始めたいかなっていうところですねそうしないとねそのの十分なな勉強期間っていいうははやはり確保することとができないと私も勉強してる時ねもっと早く始めておけばよかったっていう後悔はあったんですよ私の時代っていうのは担当が年1回の時代だったんでそのチャンスが少ない時代だったんですよ で論文式試験をその在学中に受けるチャンスっていうのも1回しか受けられないんだろうなっていうそういった時代だったんですね2年生から始めるとも必然的にそうなるんですよ1年生の終わりぐらいから始めてる方であれば3年生のタイミングで1回ね論文とかを受験するチャンスがあったんですけどもあと半年早ければっていうふうに勉強を始めてすごい思うことが多かったんですねでも早く始めてる方とね差と自分とのね差っていうところを、まあ、あの目の当たりにしてっ焦ってしまうようなね 時もももあありりましたたんんででで、まあ、上級生があの自分よよ先のテキストととととかか持っっってるるすすねちちょ焦気だからもうとにかくね今その1年生の方とかでいつ始めるかっていうところをねいろいろ考えている方いるかもしれませんけどもう今すぐ始めるのが正解です今何か他にやってることがあるとかですねそういったように考えている方いるかもしれませんけどとりあえず今始めるっていうのが一番の正解ですから。 とにかく早く始めて悪いことなんかありませんからねもう思い立ったが期日なんであの今やりたいと思ってるんだったら今すぐ始めてください。はい、でまた4番これがねかなり大事。この目的意識を常に持つっていうのがこれがむちゃくちゃ大事です。これはね、 気持ちの強さにもつながっていくんですけどもやはりその勉強を毎日やってていいいくっっうのは楽じゃないんですよやっぱり遊びたいですからね学生ですから社会人になるとなかなか自由に遊ぶ時間もね確保するのが難しくなってきますからね今何でもできるような状況でやはり遊びたいっていう感覚を皆さん持ってますからねその中で勉強していくっていうのはかなり修行みたいな要素が強いんですよでやってる中で 自分はなんでこんなことやってるんだろうとかっていうふうに思うタイミングがね出てきたりするんですよまあ、もちろん人によりますよそういったことを一切気にしてない方もいますしねでも少しねそういったちょっと気持ちの弱い方なんかはですね私もそうなんですけどもやっててなんでこんなことやってるんだろうっていうふうに思うタイミングがあったんですよでもその時にやはりねその目的意識っていうところを持てるかどうかによってね そういった邪念をね、払えるるるかかどううっってていうのがある意味決まってくるんですよ。自分が何のために勉強しているのかと何のために会計士を目指しているのかとそこの初めの当初の目的ですね勉強を始めた頃の初心ですねそれをまあ常に持っておくっていうのがものすごく大事なんですね。まあ、よくねどの世界でも言われていることだとは思うんですけども初心を忘れてはいけないと。 この会計士の試験でもそうで勉強を始めた頃の気持ちですねだんだん薄れていくんですけれどもしっかりと目的意識を持っておく。でこの目的意識を持つと言ってもですねそ,のそうは言ってもなかなか難しいところはあると思うのでその勉強のモチベーションとかねやる気とかが下がった時にそれをどうコントロールするのか。 で具体的にコントロールする手段とかっていうのはもうその人のね特性とかによって変わってくると思うので何とも言えないところはあるんですけども今だとね公認会計士のいろんなねその情報とかをネットで調べることができますから、まあ、そういったネットで調べた情報とかに基づいてやる気をまた高めていくっていうところができるのかなというふうには思いますんでね。 YouTube とかにもね、いろんな動画がありますから、公認会計士になってよかったこととかですね、まあ、そういったことを話してくれている公認会計士の先生とかいらっしゃいますからね、まあ、そういった動画,を動画を見ながらですね、あやっぱり会計士ていいなというところで、またそういった気持ちにね、ちょっとカツを入れてもらって、まあ、勉強に臨んでいくと。 やってる中でね、どうしてもそういったムラとか出てきますよ。やる気のあるとき、やる気のない時ときとやる気のある時ときや,やる気のないややる気のある時ときやる気のないととかっていうのが出てくるかと思うんですけども、そのやる気のあるときはね、別に問題ないんですよ。あのやる気があるときは自然と勉強することができますからね。でもないときにいかに踏ん張れるのかっていうのがまあ大事で、長い勉強期間の中でやる気がない日なんていうのはあの当然出てきますから、その時に踏ん張ることができるかどうか。 それによってその合格合格率っていうのは大きく変わってくるのかなっていうふうには思いますんでねまあ自分のそういったやる気をねコントロールすることそれがこの試験においては一つ求められる要素になってくるのかなっていうふうには思いますよろしいですかね でちなみにその短期の合格者の特徴ですね大体1年とか1年半とかで合格する方ですね、まあ、どういう特徴を有しているかっていうのをこちらに簡単にまとめてあるんですけど、まあ、短期合格者と勉強期間が長くなってしまう受験生との差ですね、まあ、簡単に私が思うところをまとめています、まあ、さっきとさっき話した内容と重複する部分はありますけどもやはりその短期合格者っていうのは目的意識がしっかりしていて何よりも勉強優先するんだと。 とにかく生活の中で一番に置いてます勉強そうでないと絶対短期合格ができませんこれはもう絶対条件ですねこれはね勉強期間が長くなってしまっている方はそこの勉強のやはり優先順位っていうのが低いんだとそう考えられますあるいは2つ目勉強をあくまで手段と捉えているとあくまで目的は試験に合格すること 勉強自体はそのための手段でしかないんだというねそういう位置づけでちゃんと勉強に臨むことができていると、まあ、目的意識とねあの関わる話になってきますけれども結構長いこと勉強されている方は勉強すること自体が目的になってしまっていると勉強すること自体が目的とだからとりあえず1日5時間とか6時間勉強をしますと。 でその日何を目的にして勉強しているわけでもなくとりあえず勉強しないと不安だから勉強してると、まあ、これっていいうのはは健全ななな状態ででじゃないですかやはり日々ねちゃんと今日はこれをやるとか今日はここの論点を100%理解できるようにするとかですねそういうちゃんと目的意識っていうのを持った上で勉強に臨むことができているかどうかです。それによよって勉強の強の度が違うんですよ 同じ5時間勉強したとしてもその中で学習できるね吸収できる内容っていうのはまるで違いとして出てきますからね勉強自体を目的化している人っていうのはその吸収率はとにかく低く低なってしまうとまた3つ目も理解を重視している短期合格者っていうのは暗記に頼るんではなくて、まあ、論点の理解っていうところを心がけていると。 わ、まあ、かんないからとりあえず覚えようとかですねそんなスタンスで望んではないんですよちゃんときっちりとわかるまで考えてで理解をしておけばなかなか忘れづらいんで結果的に少ない時間でですねその特定の論点を抑えることができるんですよわかんないまま暗記してもですねすぐ忘れますからでまた覚え直すのに時間がかかったりしますんでねすごく非効率なんですよ暗記で乗り越えようとするっていうのはちゃんときっちりと分かった上で覚えていくまあ、それだったらいいんですけども 分からずに覚えるっていうののは最悪の勉強方法ですねまた4つ目これも勉強姿勢と関わる話ですけどできない論点を積極的につぶしていくとこの長期間勉強期間かかってしまう方はできない論点にとにかく向き合わないとで私も講師しててねあの非常に質問として多く受けるのがこの論点切っていいですかと。 この質問っていうのは、まあ皆さんもね、やってしまいそうになることあると思うんですけども、それを聞いてる時間があるんだったら抑えた方がいいじゃないですか。そんなに一個一個の論点で、どう考えてもわからないとか、ものすごい膨大な時間がかかる論点なんていうのは結構限られてるんですよ。それだったら、もうやってしまった方が手っ取り早いんですね。で短期の合格者は、こういうこと聞かないです、大体。この論点切っていいですかとかって聞いてこないんですよ。 結局その論点が出た時にねやってないと差がつくのは当たり前ですからそれも分かっているわけですからね。そそのの中でもその この論点はちょっと嫌いだから切りたいなっていう風に感覚として持ってしまってる方っていうのはどうしてもですねその勉強との向き合い方としてあんまり望ましくない部分があるのかなとは思いますんでねね、まあ、もちろんその時間の制約があってねある程度論点を絞らないともう間,に合わ間に合わないっていう状況であればね話は別なんですけども学習の初期段階とかでこの論点切った方がいいですかとかですねもうやらなくていいですかとかっていう風に聞いてくる方はその勉強に臨む姿勢としてねあまりよろしくないのは分かりますよね だからそういう姿勢のねあんまり良くないその悪さっていうところがそういった質問とかがにまれてくる形になりますのでもう短期合格者っていうのはそういったことは全然考えないと、まあ、できない論点を積極的に潰していくとまた丸5番特定の教材を繰り返すとそのあんまり手を広げないっていうことが重要です。 手広く、ね、いろんなものに手を広げてしまうとですね一つの教材の習熟度が落ちてしまいますんでなるべくその手広くやっていくよりは一つの教材の習熟度を上げてその教材を完璧に仕上げた方が形式の違う問題に対する対応力などが身についたりしますんです。大学受験の時とかにもいたと思うんですけどもやたら教材に詳しい人間とか。 やたらいろんな教材持ってる人間っていうのは大体どちらかというと成績は良くないじゃないですかもう余計なことはやらずにですね学校で与えられたものだけをやってる方の方が成績良かったりしますからねもう特定の教材だけをやっておくもう予備校で与えられたものだけをやれば十分なんだと思ってください、まあ、あとは6番危機感を持ってるとかですね まあ素直に物事を受け入れるとか、まあ、これはもう性格によるところなのかなとは思うんですけども、まあ、こういったところもねこれまでの短期合格者の特徴としてはありましたかねはいまあこの中でも本当に特に重要なのが、まあ、この一番ですねやはり勉強の優先順位がやはり何よりも高いっていうところがこれが一番ですこれを一番に考えることができればですね 自然と勉強に対する向き合い方っていうところもうまくね形成されていくのかなっていうふうに思いますんである程度他のねそういった大学のサークルとかゼミとかっていうのをセーブしながらですねやっていくっていうのが大事なんだと思ってくださいであとはですね学習を進めるにあたっての話なんですけどあの 計算のののの得得点点伸伸びび方方、と理論の得点の伸び方、まあ、計算分野と理論分野っていうのが会計試験ありますけどもやはりその計算分野の方を早めにやっておく必要性があると、まあ、大学受験でいうところの数学とか理科とかですねこういったものはあの詰め込み学習が効かないのでなるべく早い段階から始めておくで逆に理論の科目については後から詰め込み学習が効きますんでね早めに始める必要性はありませんから、まあ、勉強していけばね初めのもう半年ぐらいは計算オンリーでも OK ですよ まあ財務会計と管理会計の計算部分だけをやっていくっていうそういったスタンスで臨んでもらっても特段問題ありませんのでとにかく計算の強化をこれから勉強を始める方はですね優先して進めていってください、まあ、それを心がけてもらえればなと思います、はいまあ、以上がね、まあ、今回の資格説明会のお話ということになりまして まあちょっとね抽象的な話もあったかと思うんですけども、まあ、その在学中合格っていうのを本当にするためにはですねまあとにかく勉強のそういった優先順位を高めることとある程度早めに始めることっていうのが何よりも大事だと考えられますんでできるだけもう今ねやろうかなっていうふうに考えている方であればもう今すぐ始めることをねおすすめしていますのでぜひね予備校の方に通って勉強の方をスタートしていただければなというふうには思います。はい まあ、それではこれでガイダンスの方を以上とさせていただきますので、えー、皆さんお疲れ様でした。